俺はパニー、28歳の会社員です。毎日家と職場の往復だけってなくらい忙しい日々を過ごしています。でも仕事はやりがいがあるし、職場のみんなは優しくて楽しいからへっちゃら。おいパニー、コーヒー入れてこいよ、ブラックな。おっと、前言撤回。この2年先輩の西田さんだけは優しさからはかけ離れてるんだった。俺のことを顎で使おうとしたり、大雑把な人だからちょっと苦手なんです。でもデスクが隣だから関わらずにはいられないんだよな。すいません、今手が離せないので自分で入れてください。なんだと？俺は先輩なんだぞ。こんなやりとりは日常茶飯事なので、一度断ったらスルーするようにしています。私が入れますよ、ちょうど飲みたかったんです。パニーさんもいりますよね？いいよ、南さんも仕事が大変だろ。いえ、今は一段落ついたところなので。パニーさんはミルクと砂糖たっぷりですよね。この人は1年後輩の南さん。明るくてみんなに気を使ってくれるので部署内でも人気者。でも気を使いすぎてる気がしてちょっと心配しています。俺が入れてくるよ。忙しいんじゃなかったんですか？あんたにかける時間はないってことだよ。それじゃ一緒にお願いします。他にコーヒー飲まれる方？南さん。南さんが声をかけてしまったので追加で3人分入れることになってしまいました。でも2人で手分けするから早いし、西田さんの隣でずっと仕事してるのも息が詰まるから息抜きになったのかも。あれ、パニーさんのコーヒーまだ砂糖もミルクも入れてませんよ。ああ、これでいいんだ。最近ラーメン食べ過ぎてる感じだからさ、今日からちょっとの期間ダイエットすることにしたんだ。残業続きでラーメン日和でしたもんね。そうなんだよ、昼のラーメンもうまいけど夜中のラーメンってなんであんなにうまいんだろうね。食べちゃいけないって分かってるのにやめることができない、あの背徳感。麺をするのと同時にスープの香りが疲れ切った脳を癒してくれるアロマテラピー、俺のことを温めてくれるあのぬくもり、あーラーメン食いたい。バニーさんたら本当にラーメン好きなんですね。しまった、ラーメンのことで熱弁してしまった。でもしばらくはラーメンお預け、砂糖も肉も控えて野菜だけの生活を送るんだ。今日の昼食レタスとベビーリーフとキュウリだけ。あーやっぱりラーメン食いたい。サラダだけ？それはダメですよ。あ、ダイエットにはタンパク質が必要です。それに炭水化物も過度に控えるのはよくありませんよ。そうなの？はい、タンパク質は筋肉などを作ってくれます。だから野菜だけにしちゃうと筋肉が落ちちゃうんです。筋肉が落ちると痩せにくい体になっちゃうから、タンパク質を摂取することが大切なんです。へえ、詳しいんだね。常識ですよ。毎日ゆで卵を食べるのがおすすめですよ。ゆで卵？タンパク質が豊富で安いし、ゆで卵にすると満腹感もあり、お手軽に作れるからおすすめです。私朝と夜必ず食べています。よかったら美味しいゆで卵のレシピ教えましょうか？ありがとう、助かるよ。南さんから教わったゆで卵の作り方はとっても簡単。半熟にゆでた卵はむかず、熱いうちに冷たい塩水につけて半日置くだけ。水 200ml に塩 60g って塩多すぎないか、殻のままで味がつくのかって不安だったけれど、これがめちゃくちゃうまい。ゆで卵の概念が変わった。俺は昼食用と残業用に職場の冷蔵庫にストックしておくようになりました。1週間後、いつものように昼食にゆで卵を食べようとタッパーを開けると、ある違和感に気がつきました。昨日食べた時には確かにあと3個残っていたゆで卵、けど今は2個しかないんです。おかしいなと思いながらも、気のせいかもしれない。でも気のせいではなかった。ゆで卵は次の日にもその次の日にも1個ずつなくなっているんです。明らかに誰かが食べていると思ったものの、大騒ぎするのはどうかと思い、冷蔵庫の奥に隠したり、もっと大きく名前を書いたり、食べないでなんて張り紙をしたけれど効果なし。
安いと言っても卵だってタダじゃないし、卵の値段は高騰している。それに最後の一個の時に盗まれると腹が立つし腹もすく。誰が盗んでんだ。そんなある日のこと、昼休憩から少し早めに職場に戻ると、そこには西田さんの姿が。その手にはなんとゆで卵を持ってるではないですか。あれ、あかか、流行ったな。え、その慌てよ、怪しい。西田さん、そのゆで卵、あか、これは俺が買ってきたゆで卵だし、これがお前のゆで卵だって証拠あんのかよ。ないだろ。俺何にも言ってないのに、ゆで卵が盗まれていることすら誰にも話していないのに、絶対西田さんが盗んでんな。なんだよその疑いの目は。俺が盗んだって証拠があるなら出してみろってんだよ。いやー、だから盗んだなんて一言も。で、西田さん。なんと西田さんはデスクに散らばった書類の上でゆで卵をコロコロと転がし始めたんです。そんなことしちゃ、あ、ゆで卵はこうやると楽に綺麗に剥けるんだよ。でも書類の上はさすがに。うるさいな、俺がどうしようとかってたら。ああ、うめえゆで卵だな。一口で食べられてしまった俺のゆで卵、絶対にこいつが犯人だって確信したけれど証拠がない。でもバレたからにはさすがにもう盗まないよな。次の日昼食時、ゆで卵の入ったタッパーを手にデスクに戻ってくると、西田さんが飯を食べずにぼーっとしています。俺がいなくなったら盗む気だな。そうはいっか。あ、でもタッパーを開けてみてびっくり、なんとすでにゆで卵が盗まれた後だったんです。西田さんは知らないよってな感じで口笛吹きながらすかしているけれど、デスクの上には卵の殻と見られる残骸が。あの西田さん、もしかして。なんだよ、俺はゆで卵なんて食べてないぞ。いやー、まだ何にも言ってないじゃん。こいつ以外に犯人はいない。勝手にゆで卵食べるのやめてもらえますか。あ、だから俺じゃないって言ってんだろ。俺ゆで卵盗まれたなんて一言も言ってませんよね。それなのにどうして盗まれたことを知ってるんですか。それは俺のゆで卵が盗まれたことを知っているのは俺と犯人だけ。つまり取ってないと証言したことによってあなたが犯人であると証言してるようなものです。ズバリ秘密の暴露ってやつですよ。どうだ、参ったか。これであっさり解決。そんなの証拠になるもんか。だいたいゆで卵の1個2個盗んだからってなんだってんだよ。俺は先輩なんだぞ、ケチケチすんじゃねえ。なんと西田さんは開き直ったんです。人のものを勝手に食べていいわけないじゃないですか。俺じゃねえって。そんなに取られるのが嫌なら職場にゆで卵なんて持ってくんなよ。なんだと？タンパク質はこまめに取らなきゃいけないって南さんが教えてくれたんだぞ。絶対に西田さんが犯人だって分かってるのにどうすることもできないからもどかしい。もうゆで卵を持っていくのやめようかな。はあ。バーニー、またため息ついてるぞ。なっといけない。あと、なんでパニコがいるんだ？パニコは俺の妹でめちゃくちゃ頼れる存在です。もうパネーに卵を差し入れしてあげてって頼まれたから来たってさっきも言ったじゃん。それで何かあったの？いやー、くだらないことなんだけど、俺はパニコにゆで卵のことを話しました。はあ、最低じゃん。人のものを勝手に食べるなんてどういうしつけされてんのよ。くだらないって笑われるかと思ったけれど、思った以上に怒ってしまった。これはなかなかまずいな。で、どうしてほしい？あんなことやこんなこと、それに石し？いや、何にもしなくていいよ。パニックは怒ると怖いから面倒なことになっちゃ困る。ただ俺は安心してゆで卵を食べたいだけなんだ。なるほどね。よし、わかった。とりあえずパニーはゆで卵を持っていくのをやめないで知らん顔してて。あ、我慢しろってこと？さ、今はまだ我慢だよ。今はね。今は？まさか何か企んでるのでは。人のものを盗むようなやつは教育し直さなきゃね。いしし。
絶対何か企んでる。ここはパニコに任せようと、これまでと変わらず職場にゆで卵を持参しました。よっしゃ、大口の契約が取れそうだ。スカッとしただぞ。俺のゆで卵を取っている西田さんは、珍しく契約も取れると嬉しそう。ろくに仕事もできない西田さんが契約が取れたというのにもびっくりだけれど、会社名を聞いてさらにびっくり。確かにスカッと社は超大手企業だけれど、これも毎日ゆで卵食べてるおかげかな。俺ってついてる。ほれほれ、大企業の仮契約書だぞ。すごいだろ。はいはい、すごいですね。やっかむなよ。さーて、忙しくなるぞ。その日の夜、とうとうパニコが動き出しました。パニコからタッパーの中身を生卵に変えたらというアドバイスをされたんです。なるほどね。俺は職場前のコンビニで生卵をゲットし、朝一番にすり替えることに。卵を取り出すと、すでに出社していた南さんがやってきました。あ、ゆで卵続けてますね。うん、教えてくれたゆで卵最高だよ。ありがとう。お役に立ててよかった。そうだ、このゆで卵を食べる？は、いいんですか？この卵は生だから、ごちゃ混ぜにならないように食べちゃおう。やった。でも、なんで生卵を持ってきたんですか？それは、秘密。俺はタッパーに残っていたゆで卵を、南さんと分け合い、生卵をタッパーにイン。さてさて、どうなることやら。昼休み、席を立った西田さんは、堂々とゆで卵を片手に戻ってきました。大手の契約が取れたと有頂天になっていたあの日から、西田さんは俺のゆで卵を堂々と盗むようになっていたんです。どうせ咎められないだろうというように、いつも俺に笑みを向けて卵を転がしてうまそうに食べるんだけど、いただきます。手にしていた卵を慣れたようにコロンとデスクの上で転がした瞬間、ブチョッという音が響き、すぐに西田さんの雄たけびが響き渡りました。な、うわ、なんだこれは。やべやべ。めちゃくちゃ慌ててるし、入れ替えた生卵が割れてデスクの上に置いてあった書類にべっとり。やべ、それやばいだろうね。西田さんの雄たけびを聞いて、昼休憩に出ようとしていた人たちが慌てて戻ってきました。どうしたんですか？あ、それ卵だらけになってる書類を見てみんな驚愕。だって自慢していたスカッと社の仮契約書だったんですから。だから書類の上で卵を転がすのは良くないって教えたでしょ。は？大事な書類の上で生卵を割ったんですか？何のために？何のためだろうね。俺はいつものようにゆで卵だと思ったんだ。パニー、生卵にすり替えやがったな。え、何の話ですか？あ、もしかして俺のゆで卵をいつも盗んでいたのって西田さんだったんですか？俺が毎日毎日お前のゆで卵盗んでるのは知ってただろ。え、パニーさんのゆで卵盗んでたんですか？いや、だから、やっぱり西田さんが犯人だったんですね。証拠を出せって言ってたから出しましたよ、証拠。わあ、西田さん最低。ゆで卵盗むとか器ちっさ。しかも毎日とか地味に悪質。ただの泥棒じゃん、ダサ。あがー、みんなの批判の目に耐えられなくなったのか、西田さんは俺を睨みつけました。うるさい、卵盗まれたくらいでこんな小細工しやがって。これどうすんだよ、仮契約書にサインまでしてもらってんだぞ。話をすり替えてきました。まあ今の西田さんには卵窃盗の罪よりも契約書がめちゃくちゃになったことの方が重大なんでしょうけどね。もう一度仮契約書にサインをお願いするしかないんじゃないですか。生卵漬けにしちゃったって正直に言って。そんなことしたら信用問題に。あ、そうだ、もう一枚書いてもらわなきゃいけなかったってことにしよう。そうと決まったら契約書を作り直して。へー、お宅では大切な書類をそんな適当に扱っているんですね。え？そこに妹のパニコがやってきました。なんでパニコさんがこちらに？契約について確認したいことがあり立ち寄ったんです。私が気持ちを込めてサインした仮契約書、ずいぶん美味しそうにしてくれましたね。
そう、実はパニコ、大手スカット社の社員なんです。西田さんがスカット社の契約が取れそうだって言ったとき、絶対パニコが絡んでると思ったんだ。俺とパニコが兄弟ってことは誰も知らないんだけどね。すいません、でもこれは私のせいではございません。そいつが生卵を私に投げてきたせいで。おいおい、とんでもない嘘つき始めたな。あらら、同僚に生卵を投げつけられたんですか？それはおかわいそうに。でも投げつけられたにしては手のひらだけピンポイントに卵がついてるし、デスクの上に殻がこびりついてるわね。それはこれは明らかに卵を上から押して転がして割ったもの。ゆで卵を剥くときによくすることですよね。つまり西田さん、ズバリあなた故意に卵を書類の上で割ったでしょう。そうだ、俺はゆで卵だって騙されて渡されたんです。そうきますか。さっきパニーさんから盗んだって言ったじゃないですか。あなた、自分のミスを後輩に押し付けて逃げられるって本気で思ってんの？そもそも生卵だろうがゆで卵だろうが書類の上で転がすのは言語道断。すみません。しかも嘘ついて仮契約書にもう一度サインしてもらおうなんて甘いのよ。おっしゃる通りです。毎日パニーのゆで卵を盗みやがって。パニーが毎回どれだけ苦労して美味しいゆで卵を作ってるのか分かってないでしょう。分量きっちり測り、ゆで時間は1秒の間違いのないようにタイマーをセットして、ゆで上がるまで待機し、一個一個美味しくなってねって声かけて塩水に浸して冷蔵庫に寝かせてんのよ。そんじゃそこらのゆで卵とは違うんだから。すみません、もう盗みません。反省したふりをしても許せん。すみません。今回の契約は無効。このことは上に報告させてもらいますから。そんな。人のものを盗むようなやつは一から教育し直してもらいなさい。そんな、謝ってるじゃないか。ごめんなさい。世の中、ごめんなさいでは済まされないこともあるんです。西田さんは契約破棄されたことで会社に損害を出したと訴えられ、損害賠償を求められたんだとか。さらに俺のゆで卵を盗んでいたことが社員の中に一気に広がり、次々に会社で盗まれたことがあるという被害者が出てきました。追及したところ、冷蔵庫のものや小銭や文房具などこそこそと盗んでいたことを白状したとか。西田さんは懲戒解雇になり、損害賠償の支払いに追われているそうです。自業自得だぜ。一方俺はゆで卵生活をエンジョイしています。今日のゆで卵も最高。またゆで卵食べてますね。だって美味しいんだもん。美味しくなってねって心を込めてるからですか？そうかもね。それに南さんのレシピのおかげかな。他にも美味しいレシピがあったら教えてくれる？はい。あの、パニーさん一つ聞いてもいいですか？スキー社のパニコさんってもしかして？やっぱりバレちゃったか。パニーさんの彼女なんですか？あ？だってパニーさんがどうやってゆで卵作ってるか知っていたし、パニーさんに責任を押し付けられそうになってるのを見て、まるで大事な人が被害に遭ったかのように怒っていたし、だからそうなのかなって。きっとパニコさん、パニーさんのことが大好きなんですね。いや、大好きってのはそうだろうけど。やっぱり彼女なんですね。パニコは俺の妹だよ。妹？そう、俺はパニコのお兄ちゃん。昔からパニコは正義感と愛に溢れてるんだ。俺じゃなくても知らない人が責任を押し付けられそうになっていたら怒鳴り込んで泣かせちゃうような強い人なんだ。そうなんですね。妹なんだ。なんだ、そっか。よかった。え？よかったって？食堂に行きませんか？それって俺と？はい。あの、私はありがとう。俺と一緒にダイエット頑張ってくれるってことでしょ？南さんは本当に優しいね。いつにする？もっとダイエットの話も聞きたかったんだ。明日はどう？あの、そうですね。あれ、どうしたの？
いえ、何でもありません。え、一緒に行きましょう。タンパク質最高。ダイエット仲間もできて、これからますます楽しくなりそうです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。